銀河伝説ウィードは、高橋義弘による日本の漫画、また、それを原作とした、テレビアニメ、週刊漫画娯楽において、1999年より2009年7月まで連載された。全60巻、2019年2月時点で、累計発行部数は2000万部を突破している、銀河流れ星銀マイナスの続編である。 続編に銀河伝説ウィードオリオンがある。前作同様、犬同士の会話を人間の言葉に置き換えることで彼らの友情、結束、葛藤、成長を描いている冒険熱血青春ドラマである。表記はキャラクター名、犬の品種。キャラクター名下ーーの声はアニメ版のもの。方言軍、井野雪村軍、猿将軍たち白狼軍、ロシア軍。 ライガーナックルベルトニー・カイザー全26話。ナレーションは松山隆史が担当。原作の怪物編、方言編の内容に相当。原作との主な違いとして、人間の手によって犬が殺される描写が全面的にカット、もしくは違う描写に置き換えられていることが挙げられる。そのため、秀俊や須藤といった主要な人間の出番が大幅に削除されており、 終始券同士の関係に重点が置かれる形をとっている。2010年11月8日から2011年4月21日にかけてニコニコ動画内のチャンネル、フルワニマックスにて本編が毎週木曜日の18時に公式配信された。第1話は無料だが、第2話以降は配信日の1週間後に有料に切り替えられた。2012年9月28日。 フルアニマックスの閉鎖に伴い、全話視聴不可能となった。土発展にとっては現時点で唯一のアニメタイアップである。オープニング曲はオリジナル及び公認ベストアルバムには収録されていないが、エンディング曲の月明かりはベストアルバム DN18 ライブマスターピースのディスクマイナス -2 に収録されている。秋田県は原作者高橋義弘の出身地である。 2014年8月12日から13日に NHK 名古屋放送児童劇団発表会で行われたミュージカル。東海地方3県で2014年9月6日13時から14時まで E テレで放映された。主として2ヶ月に1巻ずつ、1月や3月などの奇数月の第2金曜日に刊行されるが、一部、例外もある。また、文庫版も22巻が刊行され、 ウィード以外のキャラクターにスポットを当てたが遺伝やエッセイなどのファンブックも刊行されている。ありがとうございます。